それでは時間になりましたので始めさせていただきます。皆様おはようございます。おはようございます。ただいまより令和5年度次世代育成アカデミー政策提言発表会を始めさせていただきます。本日は先生方をはじめ上級の職員の皆様にお聞きいただきたい形をとって、開催をさせていただきますが、皆様には大変お忙しいところをご出席いただきまして誠にありがとうございます。また本日の様子は秦野市公式 YouTube 秦野モーピクでの配信を予定しております。ご協力のほどよろしくお願いいたします。さて開会に先立ち次世代育成アカデミーについて簡単に紹介させていただきます。次世代育成アカデミーは持続可能な行政の実現に向けて本市の現状や課題に関する知識・見識等を取得しエビデンスに基づく政策立案を行うことのできる職員の育成を目的に平成27年度より実施しております。今年度のアカデミーは昨年の6月に開校し本日お招きしております先生方から合計36時間のご講義をいただいた後3グループに分かれ人口減少時代における秦野市への提言として本市の課題に対する政策提言の研究を重ねてまいりました。政策提言については12月には課長級職員を前に中間発表を行い本日その成果結果を研究成果をオープンにさせていただきます。本日の政策提言発表会は次世代育成アカデミーの大きな特色の一つとなっており、政策提言の発表と先生方からの公表でございますので、例年同様次世代育成アカデミーの講師である3名の先生方に公表をお願いしております。ここで、先生方のご紹介をさせていただきます。最初に地域政策プランナーで産業能率大学元教授の斉藤進先生です。よろしくお願いいたします。続いて元帝京大学経済学部経済学科教授で東海大学神奈川大学の主要勤講師の日野英一先生です。本日もよろしくお願いいたします。最後に東海大学政治経済学部政治学科教授の小林隆先生です。小林です。どうぞよろしくお願いいたします。3名の先生方には秦野市の市政運営にも多大なるご尽力いただいております。本日は各政策提言についてご意見等をお伺いしながら進めさせていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。では発表会についてご説明いたします。本日の発表は3グループで発表時間は1グループ15分間公共者による質疑応答を20分間設けております。全グループの発表終了後に先生方から全体公表をいただく流れで進めてまいります。それでは改めまして令和5年度次世代育成アカデミー政策提言発表会を始めさせていただきます。